もう本当にすごいんですよ。<laughs> 画伯が。お知らせました。あの、岩屋監督にあの全員で拍手を送ってもいいですか？ 本日はついに本作が初めてお客様にお披露目となりましたまずは会場の皆様へ一言ずつご挨拶いただけますでしょうか清水博弥さん、お願いいたします押 <laughs> し忘れましたさっきあんなに言われたのにね本当だよすみません、えー、富井博弥彦を演じました清水博弥ですありがとうございます <laughs>、えー、本日は、えー、お集まりいただきありがとうございます そうですね。あのー、映画はやっぱり見てもらって完成するものだと思っているので、そういった意味ではこのオアシスという作品は今日あのー、やっと完成を迎えたんじゃないかなというふうに、えー、思ってます、えー。無事にそういった日を迎えられて、えー、すごくホッとしています。えー、そして何よりあのー、もう何年も付き合いの、えー、岩井監督がこうやって皆さんの前に初めて立って監督として。 っていうのが本当に今日が初めてなのでそんな本当にかけがえのない瞬間に、えー、出演する役者としてこの舞台に一緒に登壇できたことを幸せに思います、えー、短い時間ですが本日は楽しんで帰ってくださいお願いしますありがとうございます続きまして高杉真宏さんご挨拶お願いいたします皆様こんばんは、えー、金森役演じました高杉真宏です本日は皆様お越しいただきありがとうございますあのー、撮ってる時に 何でしょうねこのメンバーで撮っていてこうやって皆さんの前で舞台挨拶することを想像しながらやってたわけじゃなかったからなんか今こうやって皆さんの前でお話みん,なみんなと一緒にお話できてすごく嬉しく思います、えー、ちょっと今日はいろんなお話をできたらいいなと思っているのでよろしくお願いしますありがとうございます続きまして伊藤成香さんお願いいたします はい、えー、クレハ役を務めました伊藤ま理かです、えー。本日はお越しくださってありがとうございます、えー。すごい久しぶりの再会で、こうなんだろう思い出を語り合う感じで今日はたくさんお話できたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後に監督ご挨拶をお願いいたします。はい、えー、監督脚本務めました岩屋と申します。 今日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。あの公開あの <laughs> 見てもらって見てもらった皆さんの顔を見るのが今日が初めてなのであの皆さんの表情をこうやって見れてすごく嬉しいです。あの短い時間ですけどあのよろしくお願いします。ありがとうございます。撮影現場の雰囲気や思い出。 皆さんとっても仲が良さそうなので思い出なども聞かせていただいてよろしいですか。思い出絵かああ絵じゃない？お絵描きうんお絵描きだね。そう伊藤さんがすごい絵があのお上手でありがとうございます。で僕たちのこう苦顔絵とかをね描いてくれててでじゃあ僕たちもって言って現場でそう描き合ったんですけどもう本当にすごいんですよ。画伯がどどっちの意味の なんでちょっと親顔なんですかえ、なんで逆です、逆ですあ逆です逆か逆方がったですでしょめっちゃよかったほら、もうでも、そう、なんか合間にこう、お絵描きしながらというかコミュニケーション取りながらやったしあと秘密基地に飾ってる絵とかもちょこちょこ書いてたんでなんか採用してくださって嬉しかったです えー、それ二回目直すときに、ぜひポイントにしたいです。伊藤さんの書かれた絵もある、うん、ということ。ですねど,どこかにあります。飾ってありますよね。はい、飾ってあります。はい、監督が書いた絵もあるんですよね。あそこ。あるんですけど、うん、なんか上手すぎて、あんま目立たなくて。<laughs> なんか現場でも、なんか。みんな終わった後、持って帰ってたんだけど、絵を。<laughs> 俺のだけ残ってたんですよ、ね。<laughs> 確かにもう、記憶にもないかも。<laughs> すごい上手でしたす。すみません気使ってもらってすみません。上手でした上手でした。上手でそれが気使ってる。上手でした。はい締めの挨拶を清水さんからお願いいたします。はい。いや最後でしょ。本日はお集まりいただき本当にありがとうございました。そうですねあのまあ何よりも本当に今日というふうに迎えられたまあ公開まだ先ですけど。 こうやって劇場にお客さんが入って皆さんに受け取っていただくのは今日が初めてだったので本当に今日と意表を迎えられて改めて嬉しく思います。ありがとうございます。う、え、ん、ー、まあ、オアシスっていうタイトルもあるにもある。通り、こうなんか人生ってろくなことが起きなかったり、もうどうしようもなく、くじけたり、打ちひしがれたりする瞬間もあると思うん。ですけど。でもなんかそんな瞬間でも。 こ,のこれのためだったら私は僕は立ち上がれるとかこれのためだったらまだ私でいられるって思えるような、まあ、人だったり、まあ、場所でもいいし物でもいいしはたまたこう信念みたいな気持ちみたいなものでもいいんでなんかそういったものをそれぞれそういったものについて考えるきっかけにこの「オアシス」っていう90分間が、えー、皆さんのきっかけになんか少しでもなれば。 嬉しいなと思っております。であとこれ本当に僕のわがままなんですけど、あの今日本当に今日がデビューということで、あの改めて本当にこれまで何年間構想から含めて現場もあの本当にたくさんの苦労があったと思うんで、あの岩屋監督にあの全員で拍手を送ってもいいですか。ありがとうございます。もうこれで僕は満足です。今日は本当にありがとうございました。 ありがとうございます続きまして、えー、高杉さんお願いいたします納得がいかない絶対最後だなあなたが、えー、皆様本日はお越しいただきありがとうございました あの本当に僕らは映画を作ったり、まあ、作品を作るっていうことしかできなくてあの広めてくださったりとか見てくださる皆さんがいるから本当に作品はまあ本当に出来上がると思っているので僕らは本当にここまででここから先はその編集だったりしてくれた監督だったりとかそこから先は宣伝だったりとか皆さんが見てくれて本当に作品が、ね、出,来る出来上がるってことだと本当に思うので。 皆様に多くの人に見てもらえたらこれから多くの人に見てもらえたら嬉しいですなんかねちょっとまあ映画館がもっと言うとねこのオアシスっていう作品がちょっとした皆さんのあのねオアシスになればいいなと思っておりますぜひよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございます続きまして伊藤さんお願いいたしますはい、えー、もう岩屋さんの 監その清水さんとの友情からここまでなんだろう大きく作品として自分がその関わることができたことが本当に嬉しく思いますし現場でもそのなんだろうものづくりのなんだろう衝動的な部分だったりがすごくこのオアシスの雰囲気と重なってなんかこう。 主演のお二人の空気感にこう引っ張られながらクレハとしていられたことがすごいそこが自分にとって記憶がなかったとしても懐かしいなとか何か肌に合うなっていう心地よさを感じられる場所になっていたので皆さんにとってのなんかこうそういう感覚を持てることもうんかこう,うん映画を見たことでちょっと思い出せたりとか。 オアシスって自分の,の心の中でどこだっけっていうのを思い出す素敵な映画だと思うので、またたくさんの方に見てほしいなと思います。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。えそれでは監督ご挨拶お願いします。はい、あのそうですねあの。今僕が持ってる全てをもう注ぎ込んだと思ってます。もうあの我が子みたいな大切な作品です。 あのまあ、これが作り手の自己満にだけではとどまらなくて、まあ、世間の皆さんにも愛されるような作品になってくれたらさらに嬉しいなと思ってます今日あの見ていただいた皆さんあのもし面もしいなと思ったらぜひ知り合いとか友達とか SNS でつぶやいてもらってあんま面白くなかったなと思ったらちょっと黙っておいてもらってよろしししくお願いいまますありがとうございましたありがとうございます。